皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート62やっていきましょう。今回も前回に引き続き、おやつ親父からもらったおやつを使って伝説のポケモンゲットしていければと思います。まずはポケモンリーグの上にいるとおやつ親父が言っていたソルガレオ捕まえに行きましょうか。ソルガレオといえば太陽の化身、 MK さんは捕まえることができるのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。早速いましたね。ソルガレオめっちゃかっこいいよね。サンムーンの伝説ポケモンでございます。まあドドケザン戦闘でいいでしょう。よし、じゃあ早速戦っていきましょうか。ラリオーナ、そうサンムーンでも登場の時ラリオーナと言っておりました。そう、ソルガレオはねルナーラと対になる、まあサンムーンの伝説ポケモンなんですけども、ソルガレオが太陽でルナーラが月のモチーフなんですよね。まずは電磁波から入っていきましょう。ソーラービーム、まあまあまあ別にヒデリカではございませんので一発で撃てるわけではないでしょう。一応相手の技見てった方がいいですね。そして太陽の化身ということで炎タイプっぽいと皆さん思うかもしれませんが、実は鋼エスパータイプというね、結構変な見た目とあまり合わないようなタイプになっております。でソーラービーム撃ってくる。一応自称技とか持ってないか確かめましょうか。前回前々回とねブリザポスレイスポス捕まえてきましたが、どちらも暴れるとか捨て身タックルを持っていたので若干怖いんですよね。体がしびれて動けない。いやーまあ峰打ちで減らしてってって感じですね。ガチリンの祭壇っていうねあのところで出てくるポケモンなんですけど、サンムーンだとねあのウルトラホールをね開く能力を持ってるという、まあウルトラビーストではないと厳密にはまあね、ゲーム内では言っておりますが、まあウルトラビーストのさらに上位存在みたいなものなんでしょう。ワイルドボルト持ってるね。なるほどね。地面タイプを出すか持ってますか。今地面タイプ持ってないよね地面タイプだったら無効化できるので、いや待てよ、今のところソーラービームとワイルドボルトしか見てねえな。まだ他の技も一応見た方がいい。ちょっと待って、もう投げるわ。MK さんワイルドボルトどうしようもないからもう投げて捕まえるしかないと思う。ということで、ああまあまあまあ無理か。ソーラービーム、まあまあまあソーラービームだったらいくらでもどうぞ。そしてアニメで言うとサトシがね、持っていたポケモンでございます。星雲ちゃんね、コスモックコスモームから、ソルガレオに進化したんですよ、サトシのソルガレ。ああコスモックがね。ということでもうちょっと語りたかった感はありましたけど捕まえました。はい、紋章がね頭の宇宙のね星雲っぽいところに浮き出てライジングフェーズになるところがめちゃくちゃゲーム内の映像だとかっこいいんですけども、捕まったから何でもいいでしょう。ということでじゃあ次ルナーラ行きましょうか。ルナーラはおやつ親父が言っておりました、日が沈む時に出てきたと。で日が沈むといえばマリナードタウンのこの辺りなんですよ。なのでまあこの灯台の周りでも見てみましょうか。まあ街の近くにはいないと思うのでちょっと近くのところ探索しつつって感じですね。そう、東から太陽が昇って西に沈んでちょうどマリナードタウンのこの辺りで沈むんですよ。なのでまああの辺の足場なのかこの辺りの海岸なのかという感じだと思いますが、まずはちょっと海岸から見てみましょうか。まあサンムーンだからね、まあこういうなんかアローラっぽいところにいる可能性は高いんじゃないでしょうか。一応ねソルガレオとルナーラはまあオスとメスという扱いになってて、ルナーラがメスなんですよ。なんですけどまあポケモンのね画面では特に生物不明扱いではあるんですけど、図鑑説明にあるんだよね。ソルガレオがオスでルナーラがメスで、その子供がコスモックコスモームという設定でございます。なんかいねえかこの辺、大丈夫、わいいるね。まあ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 確かにねこの辺りが太陽沈むところだから、分からなくもないけれど、かっこいいねルナーラ。ルナーラ久しぶりに見たらかっけえな。ちょっとなんか久しぶりに見たらルナーラの方が好きかもしれん。ということでマヒナペア言ってましたね。よし捕まえていきましょうか。 BGM はもちろんソルガレオルナーラネクロズマ戦でございます。じゃあ電磁波から入っていきましょう。いやーいいよねこのルナーラがね、 Z 技打つ時にねこう満月っぽくなるんだよね。パーってこう羽広げてね、それがめちゃくちゃかっこいいのよ。で紋章が浮き出るところがなんつったかな、フルムーンフェーズだったかな。何した、ゴーストタイプ、あれちょっと待って、よく分かってなかった。とりあえず峰打ち打っといて、あっ
っていうかさ、おい、これまずいな。まずいな。これよく考えたらルナーラ当たらんな。峰打ちが、ちょっと待って、ゴーストタイプだ。あー、全然当たらなかった。インテレを持ってくればよかった。ちょっと待てよ、捕まえるか。もうこれ直で捕まえるしかない気がする。待て、めちゃくちゃ弱く攻撃したい。岩だれとかになるか。めちゃくちゃ弱く攻撃するってなると、どれ、これ放電か。ハラバリーの放電あたりをちょっと当てましょうか。濁流あたりを当てましょうか。で、半分くらいまで減らしたらモンスターボール投げちゃいましょう。さっきのソルガレオの感じだと捕まるような気がするな。はい、ということでゴーストダイブを受けまして、急所でこんなもんでしょ。 OK、 なんとかなるわ。あー、電気に変えちゃった。じゃあ濁流打ちましょう。耐えるでしょこれ、さすがに、さすがによ。おきょう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 、全然大丈夫。ムーンフォースが当たりますが、これ放電でも大丈夫だと思うけどな。なんか変に急所で、いや、やめよう、濁流で減らしていこう。あー、当たらないんかい。そう、濁流は命中不安定の技でございます。ムーンフォースとゴーストダイブしか今のところ見えておりませんが、反動技を持っている可能性もなきにしもあらず、どうでしょうか。はい、うわっと、あ、ねえ、放電だとワンチャンあるからね。夢食い。え、催眠術系なんか覚えてる？ちょっとわからんけど、まあここまで減らしたらあとはモンスターボール連打でいいでしょう。どうだ？ルナーラちゃん、ソルガレオと同じように体力半分でも捕まってくれると嬉しいところではございますが、いやー、サンムーン面白かったんだよね。サンとムーン、これね、サンムーンってね、サンとムーンで時間が12時間ずれてるっていうゲームだったんだよね。昼にやると昼になって、夜になると夜になってたんですよ、あの時代のポケモンってね。今のスカーレット・バイオレットだと、分数でね、分数っていうか30分ぐらいでこう切り替わるようになってるんですけど、当時は現実の時間とリンクしてて、で、捕まるか捕まるか、3回揺れて、うわ3だと、昼だったら昼、夜だったら夜だったんだけど、ムーンだと昼にやると夜、夜になると昼になるっていう設定だったんだよね。いやー、そこも面白かった。で、ガチリンの祭壇を使って行き来することができたんですよ。そう、ウルトラホールっていう設定がサンムーンから出てきておりまして、時間と空間を超える筒があるんだよね。で、それを開くことができるっていう、まあ珍しいポケモンがソルガレオとルナーラでございます。で、その祭壇のところを使えばね、サンとムーンの世界を行き来することができて、サンでも昼に夜に行けるんですよ。で、そこでコスモックをゲットできるんですよね。そう、この伝説のポケモンがね、太陽と月の子供が星雲ちゃん、コスモックで、コスモームに進化してっていうのが面白いんだよな。で、ウルトラサンムーンだと、ウルトラマープライドだったかな。いろんな世界に行けるんだよね。悪事キングの世界とか、うわぁ、このパターンどうしよう。適当に雨乞い言っとこう。悪事キングとかウルトラビーストのウツロイドとかウルトラビーストの世界に行けるんですよ。サンムーン時代だとストーリー中にルザミーネのところでウツロイドの世界に行くことがあるんですけど、それ以外の世界には行けなかったんだよね。襲来するだけだったんですけども、ウルトラサンムーンで行けるようになってね。で、その悪事キングの世界がめちゃくちゃ面白いんだけど、あんまり言うとネタバレになるし、自分でやった方が面白いと思うから、そこはぜひやってください。悪事キングの世界が面白いんだよね。ということで、ルナーラも捕まえることができました。そしたら、せっかくこの辺まで来たから、スイ君行く？王者の湖でかけっこしてたっつったよな。まあ、でも、あっち行くか。じゃあ、ちょっとブルーベリー学園で、ポケモン交換とか進めたいと思います。ちょっとソルガレオとルナーラが簡単に捕まりすぎて、やっぱりレイスポスとブリザポスおかしかったよね。か、MK さんがやたら運がいいか。レッグーザなんて前回一発だったからな。ということで、リーグ部の方飛んでいきましょう。みんなどうなの？これ MK さんが運いいの？教えて。伝説ポケモンやたら捕まんない？今作。あ、回復できる道具なくなった、嘘つけ。絶対あるだろう。なんか満タンの薬とか勝手に使わないんだよな。使っていいのに、あ、持たせてもしょうがないよ。腹バリに使って、でしたら、まあ戦闘ラウドボーンブリジュラスにして、特別講師呼んでいきましょうか。特別講師を呼ぶで、バトルしてないの？バトルしたいな。チリちゃん行く？ポピー行く？うわー、どうしよう。
ジニア先生あたり潰す。じゃあ 200BP 払ってジニア先生呼んでいきましょう。あ、初めてだとこのムービーが入る。よく見たらその結構ズボンもヨレヨレなんだね。どうもどうも、はい。久しぶりに会った気がするな。アカデミーから来ました生物担当ジニアです。いやー、いろんな授業を受けさせてもらいましたけど、会うのはマジで久しぶりか。そしてバトルできるんだよね多分これ。あれ、バトルできるんだよね。交換するだけ？ちょっと分かってないけども。わあ、MK さん、最近いっぱい会えますね。まあ、北上でも会ったっちゃあったか。MK さんはこちらに交換留学中でしたよね。担任としてこちらにも様子を伺いに来ました。そういえば担任か。MK さんはブルーベリー学園で特に何を頑張ってますか？図鑑集め頑張ってるよ。もうほとんど終わってるよ。まあそれはとっても嬉しいな。こっちでも頑張ってボールを構えてえいやなんですね。そうですよ、まあ図鑑といえばあなただからね。今回は林間学校とは違ってお一人での留学だったので結構心配してたんですが、いや林間学校の他の生徒も空気すぎて覚えてないぞ私。 MK さんが楽しそうでよかったです。はい、バトルはやる。 MK さん、その顔は勝負したくてうずうずしてます。してます。再戦行きましょうよ。もちろんいいですよ。たまにはいいところを見せられるといいな。学校最強大会でしか戦えないもんね。ここで最強のジニア先生倒しておきましょうか。ちょっと何使ってくんのか怖えな。久しぶりにジニア先生と戦うわマジで。教師のジニアが勝負を仕掛けてきた。ウツボット、なんだそのチョイス、意味がわからないな。まあタイプ的にはめちゃくちゃ有利ですのでフレアソング積ませてもらいましょう。80レベか、なるほどね。これチリちゃんとかあの辺ってもっと強いかな。てか桃高さんとかってもしかして90レベとか85レベぐらい使ってくる。あれ、ブルベリ四天王が85レベ使ってくるんだったっけ。だとしたら90ぐらい使ってきてもおかしくねえな。マルノーム、毒統一か。なんかジニア先生って毒タイプなんだっけ。大前提マルノームといえばあのプラチナの何 Wi-Fi の Wi-Fi 広場みたいなところであの口の中に木の実入れるミニゲームが面白かったなというイメージでございますが、あと口開いてる状態でフィギュア化されるか口閉じてる状態でフィギュア化されるかでだいぶ印象変わるよねという感じでございます。バンバドロ、全然毒タイプ関係ないね。何でもありだ。そう、もともと持久力といえばバンバドロですからね。バンバドロの限定特性ってか、まあ、あの専用特性だったんだよね、もともとね。それが、まあ、ブリジュラスにも配られたという形でございますが、バンバドロといえばサンムーン、あのハプーちゃんが乗ってましたよね。ヤードーラン、どっちだこれ。これどっち、原種ガラル。ガラルだったらフレアソングレンダーで、あ、ガラル。ちょっとフレアソングの通りよくしていただいてありがとうございます。なんかこんなに通りがいいと困っちゃうね。ということでラウドボーン特攻が上がってオッケー、なんとか倒すことができました。もうこのまま突っ走っちゃうぞ。ウィンディ、あ、ちょっと通りが悪くなってきましたが、あ、ハイパーボイスじゃねえんだ今。やべ、これフレアソングでゴリ押すか、いい気がする。あ、シャドボでいいな、シャドボ覚えてたわ。はい、じゃあラウドボーンのシャドーボールで倒していきましょう。やっぱ持ち物は持たせてないか。そうだね、タスキとかも持ってる感じしないし、他のアイテムも持ってる感じしないな。はい、力切り、うん。あれ、学校最強大会の時のメンバーから何増えてる。さすがだな、嬉しいな。僕追い詰められてますけど、あれ、学校最強大会も6匹なんだっけ。これメンツは変わってないか、レベル上がっただけ。はい、ということで力キリンもフレアソングで倒してしまいましょう。出力確認よし、オーブを展開します。あ、そういえばテラスタルしてなかったな私。はい、ジニア先生テラスタル、結構珍しいよねジニア先生のこのテラスタルモーション。はい、力キリンは何になるんでしょうか。お、エスパーか。まあ、あの特にね炎が通らなくなるというタイプはございませんので、まあ今一つだったとしてもこんだけ積んでれば倒せるだろうという感じではございますけども、オッケー。まあ急所に当てんでも勝てたけどな。なんとかジニア先生再戦勝利することができました。いや、特別講師も結構進んでは来てるんだよね。今半分まだ行ってないけど、もうそろそろ半分というところでしょうか。うわ、驚いてる。いや、はは、負けちゃいました。よーし、これも3回呼ばないとポケモン交換はできないと思うので、まあ次回次次回とかでまた呼んで、何くれるんだろう、ちょっと気になりますね。まいったな、 MK さんには叶いませんね。 MK さんの成長を見るの僕とっても好きなんです。これからもずっとずっと応援してますからね。お、お、
ヘキサゴングラス別光柄、あなたのこのメガネかあ、よかったらこれメガネお揃いですつけてみる、せっかくだからちょっと別光メガネつけてみようか。あ、メガネここか。はい、ヘキサゴングラスお揃いだね。じゃあちょっと一旦これで行こうか。はい、まあ別光だからちょっとだけ真っ黒ではないって感じか。おー、かっこいい、かっこいいってブビーの方見てるわ。ということで、あれ、ネリネちゃん交換したんだよね。タロちゃん交換してなくね。あれ、タロちゃんってポケモン交換してない気がする。 MK さんお話いいですか。スグリ君がチャンピオンだった時、結構部の空気重たくて、それが嫌で部活から離れちゃった人もいるんですよ。おい、スグリ帰ってこい、ちゃんと明るく。そこで MK さんにはこれからのリーグ部の新しい方針を決めてほしいんです。何かいい方針あったりしますかね。え、楽しく楽しく頑張るのが結局一番いいんじゃない。楽しくっていうの大事だと思うよ。うん、楽しく頑張る、うん、いいと思います。これで部の空気もっといい感じになりそうですね。ありがとうございました。いえいえ、あ、入りましたね、イベント。これでやらなきゃいけないことはあらかた片付いたはず。どっと疲れちゃいました。可愛いをシェアして癒されたいな。お、いいですよ、交換しましょう。 MK さん、よかったら私とポケモンを交換しませんか。いや、もうタロちゃんが可愛すぎてシェアされてるけどね、こっちは。嬉しいです。私からはブルーを送りますね。 MK さんはどうします。まあブルーだよな、なんかああいうブサカワみたいなのが好きなんか。そしたらまあハピナス可愛いからあげるよ。はい、MK さんのハピナスと私のブルーを交換でいいですか。はい、どうぞ。いいね、ちょっと別光柄のメガネかけてやることじゃなかったかもしんないけどはい、タロちゃん交換。これで赤松以外交換したな。ネレネちゃんとカキツバタは交換してるから、そうですね、あと赤松だけだ。お、ネストボールかわいい。ということで、タロからブルーが送られてきた。グランブル別に強くねえからな。本当はタロちゃんのポケモンランクマッチとかで使ってあげたいんだけど、ちょっとグランブル弱いかな。ハピナスなんて可愛い、チョイスが可愛すぎますよ。まあ、ハピナスは可愛い、てかタロちゃんに似合うよハピナス。 MK さん交換してくれてありがとうございます。ということで OK、 タロちゃんの交換イベントも終わり。そしたらちょっと呼んでなか、あ、BP してんじゃねえや一人だけ呼んでなかったグルーシャ呼んじゃいましょうか。これで、あれ、グルーシャ2回目か、まだちょっと交換できるか分かんないけど、四天王全部金縁にしたいな。あんたか。はい、私です。ドームのポーラーエリアには行った。あれすごいね、人工雪とは思えないほど柔らかくてまるで天然みたい。あ、なんか頑張ったらしいっすよ。直線も曲線も充実してて、ボードに乗るにはうってつけだ。乗るんです。あ、結構すごかったよ、山の起伏。あ、そういう意味で言ったんじゃない、雪山見ると観察する癖治ってないだけ。あ、そうなんだ。あんな山を校内に作るなんてすごいとこだね、ここ。まあグルーシャ乗ってる姿ちょっと見たかったけどね。まあ引退したとか言ってたからな。あー、まだか。いや、あれ戦ったよね、あれ、ごめん記憶が。いや、戦った戦った、グルーシャ戦った、大丈夫です。やめといて正解だよ。なんだって、やるかまあまあまあ、いや、赤松くんいねえな。赤松くんと交換したかったんだけど、まあまあまあ、しょうがないでしょう。ちょっとボックスを整理すると、ブルーが、まあいいか、あ、ラムパルド関係ないか、オーロンゲも関係ないね。ちょっとこれ下に持ってきて、今のところ交換したのが、ちょうど10匹か。わかりました。じゃあ引き続きね、交換の方もポケモン図鑑の方も、まあ伝説のポケモンの方も頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。サングラスかっこいい。